モルディブの国章は、ココヤシの木、三日月と星、交差させた旗竿と2本のモルディブの国旗を組み合わせ、伝統的な国名を書いた帯を下にあしらったエンブレムである。ココヤシは、モルディブの人々の生計を支えてきた木である。モルディブの人々は、葉も実も、その殻も幹もすべての部分が、食用や、薬用や家作り、船作りにまで活用できるココヤシを、 最も恩恵を与えてくれる木だと信じてきた。三日月と星はイスラム教のシンボルであり、国家とその権威のイスラムに対する信仰を具現化している。帯にナスフ書体のアラビア文字で書かれた文言、アイコールダウアルマハルデビアとは、1558年から1573年まで、モルディブを占領したポルトガル勢力を追放し国を守った。 モルディブの最も輝かしい英雄であるスルタン、アルガーズィ、ムハンマド・タクルファーヌ・アルアウザムが使った国名である。アイコール・ダウアル・マハル・デビアとは、マハル・ディビアットの国で、イブン・バトゥータほかこの島国を訪れた中世アラブの旅行者たちがモルディブに研究する際に使った名である。1940年代に最初に国章がデザインされた際、三日月と星の部分は薄青に白であったが、 1990年代に入り現在のような金色に変更されている。ありがとうございます。